こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしています。さてさて、今回も楽しく日本史を勉強しましょう。現在は歴史について学んでいます。今回は、律令国家の成立と貴族政治の展開について見ていきたいと思います。朝鮮半島における覇権争いが 国国の国家体制を変化させたそれまで大和王権は同じ文化圏に属,せ属していたツングース系中国人の国家である百済や新羅に対して度重なる出兵を行いんなに日本領を築くなど朝鮮半島に影響力を持っていたが663年 復興のために援軍を送った白隙の絵で戦いで新羅等の連合国に,連合,軍に連合軍に敗れて半島への影響力を後退させるその後間もなく大和王権は倭国豪に代わる日本国大王豪に代わる天皇豪を設定して中国とは対等な 外交関係を結ぼうとする姿勢を見せ中国を中心とする作法体制からの自立を明確にしたこれは他の東アジア諸国と異質な外交姿勢でありその後の日本にも多かれ少なかれ引き継がれた日本は七世紀後半に中国の法体系社会制度を急速に摂取し八世紀初頭に 古代国家、律令国家としての完成を見た、また、隋書では、日本列島の古墳時代後期にあたる610年に隋が琉球国に遠征して滅亡させたとされており、従来の研究では、これが琉球諸島に存在していたことが定説となっていたが、その位置をめぐっては意見が分かれている。 日本は東アジアの中でも独特の国際的な地位を保持し続け7世紀に中華王朝に対して独特の天使を称し8世紀には渤海を朝廷国とした口述する武器政権成立後も13世紀の現行16世紀のヨーロッパのアジア進出 19世紀の欧米列強の進出などさまざまな事態にも対応して独立を維持していくこととなる成立当時の和の支配地域は日本列島の全域に及ぶものでなく中国南部以南及および東北中部以北はまだ領域外だった九州南部は8世紀末に組み込まれた早と。 が抵抗の強かった東北地方の全域が平安時代後期に円宮蝦夷合戦で領域に組み込まれ和人隼人蝦夷人が日本人となった特に89世紀は蝦夷の征服活動が活発化するとともに関係が深かった白木への遠征も計画されるなど帝国しての 帝国としての対外志向が強まった時期だが10世紀に入りこうした動きも沈静化した9世紀から10世紀にかけて地方豪族や有力農民は勢力の維持拡大を図り武装するようになった彼らはしばしば各地で紛争を起こすようになり政府は制圧のために中華球の公家を 推し漁師や追捕しに任じて各地に派遣したが中には在長官人となってそのまま定着する者も現れるようになったこれが武士の怒りである武士は家臣や労働を率いて戦を繰り返したがやがて東日本を中心に連合体である武士団へと成長した中でも中央貴族の 系譜を引く官武兵士と清和源氏は軍事貴族である武家となって武士を二分する勢力に成長し政権を巡って両者は相争った中央政治においては11世紀に藤原北家が皇族の外籍として政権中枢を担う摂関政治が成立した。 白河上皇が地点の君として実権を握って以降は藤原北家と直接の遅延を持たない天皇が早くに上位し太上天皇いわゆる上皇となって戦を取り仕切る院政がしばしば見られるようになった文化面においては7世紀から9世紀にかけて 唐を中心とする大陸文化の摂取に努めたが、10世紀頃から12世紀にかけては、日本独自の文化が創造されるようになり、国風文化と呼ばれるものが花開いた。はい、以上ですね。私が知らなかったのは、これですね、新羅への遠征も警告されるとか、墓海が超広告だったということですね。はい。 これ結構びっくりですね。知らなかったですね。今,日今まで私が習った教科書に載ってなかったです。はい。面白かったです。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。